画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。お久しぶりのマインクラフトを、やってまいりました。またしても今回あの6歳児がね、やってしまいました。なんかね、またね、私が仕事している間にねちょいちょいいじってたんですよ。今回はね、8歳児の兄と6歳児のその兄弟で、まあ、やらせてたわけですけども、まあ私の子供じゃないですよ、友達のね、えらいもんまた作ってきましたよ。それをご紹介したいと今回は、思います。ここまではね私が作ってるやつなんだけども、まあ、テクスチャーをね PC 版の方入れて、でその兄弟はね、どうやらまあ PS4 とかビータの方で結構楽しんでるみたいで、もうだいぶ容量を掴んでる感じでしたね。もうほとんど私が説明する必要ないんじゃないかなって、まあ、ちなみにここら辺は私がある企画で使おうと思って作ってるところなんで、これではないですね。この辺は私がこうちょいちょいやってたやつなんで、いやこの人はね、私全然知らないよ、知らない方たちですよ。多分その兄弟が、呼んだんじゃないかな。で見た目とかもね、これ勝手になんかもう履かされてるんだけど、こう T シャツと靴。PC 版のモッドがね珍しいみたいですね。でこっちなんですけど、問題のねこれですよ。なんなのこれ。ねえってみんなに聞くのもあれだけど、これなんすか。あ、トロッコを人とか動物を乗せてもうグリングリ回してるんですよ。何これ、もうグリグリになってんだけど、どうしたこれ。何この向こう行ってこっち来てみたいな、向こう行ってこっち来てって、シュールすぎるやろこれ。シュールっていうか、もう何なのこれ、人体実験的なやつなの、この人とか。もう何よこれ、グリングリングリングリ回されてるやんこの女の人。こんなん酔うわ、ゲロ吐くわ。つながってんのこれ。ああ、こういう感じになってんだ。はい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 、いやよくできてるやんこれ。意外によくできてるやん。この人はただはめ込まれただけ。はめ込まれただけみたいですね。でその兄弟が私のためにねジェットコースター作りたいって言ってくれてて、これなんだ、って書いてあるけど、ジェットコースター作ってくれたんです。なのでもう日頃の感謝を込めて、ゲームやらせてくれてるっていう感謝を込めて、ジェットコースター作りたいってことで作ってくれたんですよ、私のためにね。カンタさんとシロさんも誕生日のために作ってくれましたからね。今回はそのね6歳児と8歳児が作ってくれたわけなんで、まあ、早速こう 夜になりそうだから早速、乗ってみましょうか。これ どんな感じ、これいいのかな。よくここバグマぴったり置けたなこれ。どうなってんの、行ってみましょう早速。おお、戻ってきた。失敗してんじゃないかこれ。ちょっと待って、失敗してるんじゃない。もう一回行ってみましょうか。何かに阻まれてる感じがしたけど、おーおおおおお、返されてる。全然ダメやないこれ。ちょっと待って、最初から失敗してるよあの子たち。よし、今度こそ成功してくれ。おいけたいけた、が通過できたやん。ここ運なんだね。おお、なんだろう、すごい船の残骸みたいな。あ、何これ、トトロの森みたいな感じで、いいやん。いや嬉しいね。いやなんかこう子供が必死に私のために作ってくれるっていうその姿が嬉しいね。そう、行為というか気持ち、すごいやん。めっちゃ上まで来てるやん。突き抜ける空、この突き抜けるような青のね空をねに向かって、太陽に向かって、これどこまで行くの、すごいね。今日待て、これ、ま、え
ょっと待って、死んだやん、中途半端やん、めっちゃ、自分これどこよここ、めっちゃ中途半端にできてるやん、完成してなかったんやんあれ。あーまあまあ、でも気持ちは嬉しいですよ、気持ちは嬉しかったけど死ぬとは思わなかったわ。いや嫌な予感は多少してたけど、でもね気持ちが嬉しいですからね、こういうのはね。うん、あ、戻ってまいりました。なんだろうね、すんげえ公園だねこれ、公園っぽいよね、公園っぽいっていうか、おーおーおーおお、いやー、なんかこう子供に学ばされる部分あるね、こんな仕掛け私作ったことないもん。なんか私もこれ真似してすごい人体実験ジェットコースターみたいなの作っても面白いかもしんないね。なんか勝手になんでこう回ってね、ぐる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 いってんの、確かに見てるのちょっと楽しくなってくるよね。なんかちょっと見続けたい気分にもなってくるもんね。気のせいか。いやなんかね、もうありがとう、あの二人にはありがとうと言いたい。なんかね、なんだろう、結果的にネタを提供してくれる感じになってくれて、もう本当ありがとうと。まあ視聴者さんたちにもね、これをシェアしたい、シェアしたい。うん、こんなのシェアしたいっすわ。まあ、そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんもね、自由な発想でマインクラフトをね楽しんでみてはいかがでしょうか。いや子供にね、いろいろ学ばされるところがあります。それではお疲れ様でした。ベルクラでございました。